カルロスビラルドは、アルゼンチンブエノスアイレス出身の元サッカー選手、サッカー監督。前世紀のディエゴ・マラドーナを擁したアルゼンチン代表を、率いて、1986年のワールドカップ、メキシコ大会で優勝に導いた人物である。守備的サッカーの信奉者、結果を重視し、徹底的に勝利にこだわる。これは、選手時代、エストゥディアンテスで、 ラプラタ在籍時の監督、オスバルド・スベルディアの影響を受けているという。アルゼンチン監督就任時は、守備的なサッカーを選択したことで批判を浴び、前任のセサルルイス・メノッティを待望する意見も出たが、メキシコ W 杯で優勝したことでこれを退りけている。監督退任後の現在もアルゼンチン、代表監督への復帰話がたびたび聞かれるが、実現には至っていない。 医師の資格を持つことでも知られる。選手時代のビラルド1939年3月16日、イタリアシシリア島出身のイタリア系移民の子供として生まれた。医学生であったが同時サッカー選手としての才能にも恵まれ、その道も同時に歩むことになった。主に守備的 MF としてプレーをしていたが、エストリアンテスでラプラタ在籍時に、 監督のオスバルド・スベルディアの教えを受け相手のエースを徹底的にマークするエース殺しの役目を任せられた。これが功を奏し、1968年から1970年のリベルタドーレス杯イ3連覇、1968年のインターコンチネンタルカップ制覇の結果を生み出すが、特にインターコンチネンタルカップのマンチェスターユナイテッド FC 戦は、 荒れた試合となり、後に欧州代表が同大会への参加を拒否し、大会の存続が危ぶまれる事態へと発展した。並行して進めていた医学部生を卒業したことで、選手生活に区切りをつけ、1970年に現役を引退した。1986FIFA ワールドカップでのビラルド1971年からエストリアンテスの監督に就任。 複数のクラブを渡り歩いた後、1983年にアルゼンチン代表の監督に就任した。1985年のワールドカップ、メキシコ大会南米予選では苦戦を強いられ、翌年3月の敵地でのフランスとの親善試合では、主力選手を各相手に0から2で完敗ディエゴ・マラドーナも古傷の爆弾を抱えるなど、不安視されたが、 本大会に入ると、それまでの不調が、嘘のように、うまくことが運んだ。従来のフォーバックによる、ラインディフェンスを捨て、2人のストッパーの後ろにスイーパーを、排した3バックを採用したことが、守備的だとは言われながらも、絶好調のマラドーナをサポートする様に、ホルヘ・バルダーノやホルヘ・ブルチャが、あるいは両、ウィングバックの選手が、攻守に絡み合い見事に優勝に導いた。 サポーターは、ペルドン・ビラルド・グラシアスと謝罪の意を込めた、横断幕を掲げたという。1990年のワールドカップ、イタリア大会は、世代交代の失敗やマラドーナの怪我による不調で、開幕戦カメルーンとの試合を0の位置で落とすなど、危機に直面したが、そこから、ビラルドの守備的サッカーが威力を発揮した。スリーバック、二人のボランチ。 両ウィングバックが自陣をしっかりと固め、巧妙な守備と退場覚悟のラフプレーで相手を消耗戦に引きずり込み疲弊させ、その隙をマラドーナとクラウディオ・カニージャのコンビにかける。特に決勝トーナメント1回戦のブラジル戦や、準決勝のイタリア戦はこの戦法が功を奏し、優勝候補と目された相手を下す、大番狂わせを演じたが、決勝の西ドイツ戦は、 主力選手をカードの累積で書くという付けが回って、被写格を書いた状態となり、マラドーナの古軍奮闘も及ばず零から一で、敗れ去った。ビラルドは2大会連続決勝進出を達成したものの、彼の守備的なサッカーは、非難を浴び、現在においてもワールドカップ、イタリア大会は、守備的で退屈な大会という、悪いイメージを与え続ける一つの要因となっている。 その後は、セビージャ FC などのクラブの監督を務めるなど、現役の指導者として活動している。なお、彼のアルゼンチン代表監督時代の選手は指導者の、道へ進んだ者も,も多く、ネリー・プンピード、セルヒオ・バティスタ、ホルヘ・ブルチャガたちは、彼の影響を受けていると言われる。また2006年の FIFA フフワールドカップ、ドイツ大会では、 アルゼンチンの放送局カナル13の解説者を務めている。現在はテクニカルディレクターとしてアルゼンチン代表チームをサポートしている。クラブ代表クラブ代表、ありがとうございます。